とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ラスボスと戦おうと思うけども、普通に戦うんではなくって、タイムアタックをやってみようと思う。まあ、どれぐらいで戦えるのかは、わかんないけども、まあ、とりあえずやろうかな。こいつが、1段階目、2段階目あるから、まあ、部屋に入ってスタート。で、2段階目を倒しきったところで、おしまい。で、行こうか。うん。まあ、途中でなんかね、変身したりの話が入るけども、まあ、それもタイムに入れていくっていうことで、やります。まあ、装備品はこんな感じ。スピリットは2549。かな。まあ、残念なことに召喚メダルで爆食を持ってないのよ。爆食なし。これがね、結構影響すると思うけども、まあ、行ってみようか。まずやってみないとどれぐらいで倒せるかわかんないしね。まあ一応目標としては5分ぐらいじゃない ?5 分ぐらい。うん。1段階目はまあとりあえず早めに倒してしまおう。芸能人学徒だね。攻撃力を2倍まで上げて、あれと、サクッと倒していこうかなっていう作戦。ちょっと待って、結構食らうな。宇宙服装備してるかなって言っても、やっぱり食らうっちゃ食らう。あと1回ぐらいかな。オッケー。いくぞ。オッケー。もうこうダメージ覚悟で、そこそこ打ち込んでいった方がいい。いや、そうでもないな。ああ、ダメージ覚悟じゃなくってちゃんと狙っていった方が多分いい感じになると思う。ある程度狙おう。しっかりとコンバットラッシュの時に取っていく感じがいいか。あー、あと一発なんだけどな。どうせ変身するときにこの攻撃力アップは切れちゃうからね。まあそれはいいとしよう。1段階目倒した。2段階目どれぐらい早く倒せるかだな。うん、まあとにかくサクッといこう。もうちょっと早くサクッと出てくれれば攻撃力アップもね、維持したまんまいけるけどね。これ多分切れちゃったんだよな。お、あ、まだ切れてない。あ、ダメだ。あ、でもここで元に戻す。よし、もうちょいか。まあ、隙を見せたところで打ち込んでいく。よし、4発確実に。あれ、ちょっと待って。オッケー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 。ナイスボディビルダー。あー、入れたい。基本必殺技のみがいいね。下手に攻撃してダメージをもらって回復するよりも、あー、もうそれやられるとちょっとダメなんだ。これしっかり飛び込んでいこうか。よし、いったね。いった。オッケーオッケー。とにかく攻撃力を維持するっていうのが一番大事。ある程度ダメージは覚悟していこうか。ああ、もうここでアルマゲドン。まあいいや。オッケー。避けて維持していこう。大方向はね、絶対食らっちゃダメだもんね。あ、これチャンス取れる？いや、無理か。これで、あー！ OKOK オッケー。まだ一緒。やばっ。あー、嘘！食らった？あ、違う。よかったよかった。そしたらウェーブを回避。 OK。オッケー、これチャンス取れる。よし、いやでもチャンス取れたところで必殺技がない。いいか、よっしゃ、次コズミック、あ、ここでフィニッシュ取れるでしょう。 OK、 いけるか、あと一発、よし、どうだ、まあちょっとわかんないけども、これぐらいで倒せたよ。はい。まあ、編集の時に何分ぐらいかがわかるから、いいか。はい。まあ、俺はこれぐらいだったけども、皆さんはどれぐらいで倒せるかな？まあ、よかったらやってみてください。ではですね、またね、出していくんで、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。そいや！